絶対に行くなよ。トレビア。ウォッチモジョジャパンへようこそ。今日はホラー映画に登場するおバカなキャラクタートップ10を紹介します。There are certain rules that one must abide by in order to successfully survive a horror movie. 新しい動画を毎日配信するので、チャンネルを登録してくださいね。この動画では最悪な判断を下したホラー映画の登場人物を見ていきます。その判断のせいで彼らは死ぬことになるので、この動画はネタバレ注意です。 Did you feed them after midnight? Well, I gave them some chicken, but I made sure that it... 第10位、パクストン、ホステル。 It's from Ollie. I go home? パクストンは旅行者を狙う犯罪への注意が足りなかったようです。ヨーロッパを旅行中の彼は女の子のことしか考えていません。一度の間違いならわかります。しかし二人の友人が行方不明になったというのに、彼は一向に助けを呼びません。当然彼も誘拐されることになります。助かりはしますが、それは運が良かっただけです。第9位、マネー、ドントブリーズ。 We do this tonight.この男はおバカな上に下劣だ。マネーは仲間と共に元軍人を強盗する計画を立てる。つまり彼は相手に戦闘の心得があることを知っていました。さらに相手が盲目であることまで事前に知っています。 Why'd you bring a gun? This is a soldier's house, Alex. Like, I'm gonna come in here without some chrome. 自分の無謀さのせいで彼は盲目の男に殺されてしまいました。おかげでスリリングだったけどね。第8位、ミルバーン、プロメテウス。Prometheus, this is Milburn. We are at 7401477. Why? 宇宙探索チームの生物学者がこんな間抜けだなんて。起源を解明するため、チームは遺跡を探索します。チームとはぐれたミルバーンたちは、蛇のようなエイリアンと遭遇します。仲間が警戒する一方、ミルバーンは愚かにも未知の惑星で出くわしたエイリアンに触ろうとします。おかげで彼と仲間たちは悲惨な死を遂げることになります。第7位、ヘレン・シバース、ラストサマー。 Call the police. Tell them the truth. They'll believe us. 若者たちが車で歩行者を跳ねてしまい、海に捨てることにします。1年後、彼らはその報いを受けます。1人ならず、2人ならず、3人が殺人鬼の犠牲になった後、このミスコン優勝者は生き残るかに思われます。ギリギリのところで助かりそうだったヘレンですが、人通りの多い道に出る直前で立ち止まって振り返るという愚かな行為をとります。第6位、ミカ、パラノーマルアクティビティ。 What the hell are you doing, Mika? Come on, help me. What are you doing? I'm gonna talk to it. このホラー映画は大人気でしたが、登場人物は間抜けでした。ケイティはミカに幼い頃から悪魔に狙われていると打ち明けます。二人は寝ている様子を録画することにします。ミカは状況を深刻に捉えようとはせず、悪魔を挑発し続けます。 Show yourselfさらに彼は悪魔研究家からの協力も断ります。自身の愚かな判断のせいで彼は悪魔に殺されます。第5位、エリック、資料の腹渡。 This time the only way is the hard way, man. 忠告を聞いていれば助かっていたはずです。人里離れた小屋の中で主人公たちは怪しい本を見つけます。人間の皮で作られ、鎖で縛られた見るからに危なそうな本です。しかしエリックは全ての警告を無視し、本を読み上げ悪魔を召喚してしまうのです。 I read a passage from that book and it was some sort of prayer. I released something, David. 地下室で見つけた昔の言葉で描かれた革製の悪魔の本は読まないように。Do not read the Latin.
第4位、アディソン・コーデイ、ソウ2。シリーズに登場する数々の巧妙な罠の中でも、彼女が落ちたのは単純なものでした。解毒剤を探すアディソンは、ガラスケースの中に注射器を見つけます。彼女はすぐに両手を突っ込み、手が抜けなくなって出血死します。彼女はテープを聞くことも、罠を観察することもしませんでした。鍵はすぐ隣にありました。第3位、フリーリング一家、ポルターガイスト。まったく常識的に考えてほしい。主人公一家は墓地の上に建てられた家に引っ越した結果、数々の超常現象に見舞われます。さまざまな事件が起きた後、幼い娘が悪魔にさらわれます。なぜすぐに引っ越さなかったんでしょう。なんと娘を取り戻した後、彼らはさらにその家で夜を過ごすことにし、当然新たな被害が発生します。どうかしてるよ。第2位、ダリー&トリッシュ、ジーパーズ・クリーパーズ。この映画に登場するのは、23年に一度目を覚まして人を食べる怪物と、ホラー映画史上最も間抜けな主人公です。彼らは怪しい男がパイプに死体を遺棄している様子を目撃し、愚かにも自ら調査に乗り出します。二度も狂人に殺されかけたというのに、同じ場所に戻って自ら調査しようというなら、殺されても文句は言えません。1位の前に他の候補をいくつか紹介します。 What's your problem? I've watched it. It's a story, Katie. No, me and Josh, we saw it last weekend. Oh, he's beautiful. Oh, I love him. Thank you. Thank you very much. No, please don't kill me, Mr. Ghostface. I want to be in the sequel. Cut, Casper. That's a wrap. You want to be one of the big boys? Huh? Manson? Bundy? OJ? Here we go. Then maybe you guys will be quiet. 第1位、ボーン市長、ジョーズ。Amity is a summer town. We need summer dollars. If the people can't swim here, they'll be glad to swim at the beaches of Cape Cod, the Hamptons, Long Island. この映画が怖かったことはみんな覚えていますが、鼻持ちならないボーン市長のことも忘れてはいけません。ボーン市長は死亡事件があった後もサメの危険性を公表せず、町の財政のことしか頭にありません。For Christ's sake, tomorrow's the 4th of July, and we will be open for business. It's going to be one of the best summers we've ever had. Now, if you fellas are concerned about the beaches, you do whatever you have to make them safe. But those beaches will be open for this weekend. 被害が拡大しても、彼は場当たり的な対策しか取りません。目先の利益に目がくらまなければ、結果的に損害を抑えられたでしょうに。I'm sorry, I'm truly sorry. どうでしたか？他の動画もチェックして、チャンネルを登録してくださいね。